はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は私がよくやっているボクサーブレイズっていうこの2つの編み込みのやり方をご紹介していきたいと思います。ではレッツゴー。はい、それではやっていきます。まず前髪は無視して後ろの髪の毛を半分に分けていきます。はい、こんな感じで分けたらとりあえずゴムとかで縛っておきます。はい、今こんな感じで半分だけとりあえず縛ったら、こっちから編み込みをしていきます。まず最初にここの真ん中の部分を少しだけ取ります。で、これを3つに分けて、で2回普通に編みます。で、そしたらこっちの1本しか持ってない髪の毛の方をこうやって上積みを取っていきます。どんどん一回取ったら一回編む。で、編んだらまた取って編む。取って編むっていうのをどんどん繰り返していきます。で、この時なんですけど、なるべくボコボコさせずに、なるべくきつめに編んでいくと、仕上がりが綺麗になると思います。やるね。はい、まあ、適当に自分が編みたい長さまで編んだら、このようなゴムで縛ります。こんな感じで、それで今片方だけ終わりました。じゃあこっちもやっていきます。本当にもう編み込みは練習だと思うんで、最初は本当私も全然できなかったし、最初は人のから練習した方がいいかなとは思うんですけど、これ3つに分けて2回編んだらこの感じで取って編ん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 で、で全部なくなったら普通に三つ編みをしていきます。はい、終わります。はい、こんな感じでとりあえず編んだんですけど、でここで私前髪があるので、前髪が短すぎて入んないので、そういう時はまあピンで、こういう編みピンで適当に止めていきます。前髪を適当にこんな感じで止めます。はい、こんな感じで止めたら、私がよくやってるボクサーブレイズの完成です。後ろはこんな感じです。で、私この髪型をするときによくこんな感じのデカめのイヤリングをつけてるんですけど、これをつけることによってちょっとこの全部オールバックっていうのに抵抗がある方でも、デカめのイヤリングとかピアスをつけると小顔効果があるので、私はよくこういうボクサーブレイズとかオールバックのポニーテールした時とかは、必ずと言っていいほど大きめのイヤリングとかをつけてちょっと小顔に見せてます。こんな感じです。三つ編みも練習すれば編み込みもできると思うので、とりあえず編み込みを練習してからこのボクサーブレイズに挑戦してみてください。で、私も別にプロとかではないので、やり方とか全然間違ってるかもしれないんですけど、私がいつもやってるような編み込みの仕方はこんな感じです。本当に慣れたらめちゃくちゃ簡単で、5本とかあればできると思うので、ぜひやってみてください。はい、では今回はこんな感じで、私がいつもやってるボクサーブレイズのやり方をご紹介しました。少しでも参考になったなとか、やってみたいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。